ではお時間になりましたのでユニークキャリアラウンジ第160回を始めたいと思います。本日アシスタントを務めます青木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。本日インタビューを務めます高尾と申します。はい始めましてよろしくお願いします。<laughs> お願いします。番組の後半の方では皆さんとの Q&A のお時間も設けております。 チャット欄からどしどしご記入くださいでは本日のゲストをご紹介いたします本日のゲストは株式会社ガイアックス人事マネージャーの流れ匠さんです流れさん本日よろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はい、じゃあここからは私でいいのかな はい、はい、すみませ <laughs> はい、<laughs> 連携<休>。<laughs> はい、では、私の方からいろいろお伺いできればと思います。え、今日は、えっ、ー、と、今やっているお仕事だけじゃなくて。まあ、こう、ちっちゃい頃、どんな子だったのかみたいなところらへんから。はい、あの、がっつり聞いていければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、えっ、ー、と、今簡単に、あの、今やっているお仕事について、教えていただいてもいいですか。 はい、わかりました。今やってる仕事は、私は今、えー、っと、普通に会社員でして、株式会社ガイアックスという、一般的に言うと IT 企業、シェアリングエコノミーとか、ソーシャルメディアの事業をやっている会社に所属してまして、肩書きで言うと、えー、っと、人事支援チーム、People Empowerment というところのマネージャーと、ロームのチームのマネージャー、人事領域全般をやっています。で会社が、どんどん事業を作っては、 その事業リーダーが子会社化して資金調達して独立していったりとかあとは新卒の6割ぐらいが起業して辞めていくような会社なんですけどどんどんすべての事業がガイアックスからなくなっていく前提巣立っていく前提なのでそういうガイアックスからどんどん世の中の社会課題を解決できる事業が生まれていくようにそういう事業を作れるポテンシャルのある人の採用だったりその事業がうまくいくための人事支援ということをやっていて一般的な人事とちょっと違うのは事業が生まれてくることを目的とした。 人事をしていいるという感じです、ね、なるほどなんか結構私も今他の会社に人事やってますけどやっぱりこういかに会社に残ってもらうかとか働き続けてもらうかみたいなことを結構意識したりするのですごいなんか会社としてすごい斬新だなっていうのはすごい新卒の時も思ってたし改めて思いました。 なるほどそうすると、じゃあ、労務とか採用とか、まあ、全般やられてるっていうことなんですかね、そうですね、人事関連のところは一応全般と、ちょうど今月から経営会議のメンバーにもなったので、またちょっとなんか、人事の,その、まあ、全般っていうのは、いつぐらいからやられてるんですか、もう入社してずっとなんですか。最初は新卒採用のの担当から入入りまして、うん、入社2年目の 新卒2年目の6月ぐらいに採用のマネージャーになり、もともと g a ックスという会社が変わった会社で人事部門がなかったんですよ、採用と労務だけ単体であったんですけど、組織が拡大していくにつれて、まあ、そういう機能が必要だなってなって、19年、20年、ずっと人事部がなかったんですけど、今年の1月に自分で立ち上げて、で自分ででマネーージャーに就任という形です <laughs> 立ち上げようと思ったのは、何かきっかけとかあったんですか どんどんエック x がより事業はすべて出ていくものである前提ということに立っていたりとかあとは働き方とかの自由度もどんどん広まっていくリモートワークとかも広がっていくってなると今まで起こらなかった課題対面でのコミュニケーションの課題みたいなところもですしあとは組織が組織の目的と会社の機能が一致していなかったのでそのギャップを埋めにいくために整えにいこうかなということで立ち上げたという感じですそれも自分から名乗り出てよ必要でしょみたいな感じで。 言っっててでできたっていう感じなんですかそうですね、実は半年ぐらいずっと準備期間はあったんですけど、はあ、社内のマネージャー部長役員とか全員に 1>, <laughs> 1時間ずつぐらいヒアリングに去年の夏ぐらいから回っていき、うん、どういう機能が必要かっていうところを調査した上でっていう感じですねなるほどその人事っていう領域自体はその、なんだろうな、なんかやり始めたきっかけみたいなのはあったんですか これは何分サイズで喋っていいかという話になってくるんですけど。三分サイズぐらい。でわ <laughs> かりました。ちょっとじゃ、めっちゃ早口で就活時代の話からしていいですか。はい、お願いします。三分に頑張って収めますね。うん、<laughs> まず、僕もともと会社を業界とかで選んでいなくて。自分が長期的に人生でやりたいこと、長期的なミッションみたいなことがあり。 それを果たすために自分が何をするべきかどうあるべきかみたいなことを考えて選んでますと。うんうん、で最後をめちゃめちゃ迷ってた会社はコンサル会社なんですよ。へえなるほど。事業会社とコンサル会社で事業会社の方を選んでるくせに、うん、なんかバックオフィスやってるって意味不明なやつだなって自分でも思うんですけど <laughs> 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 なんかその自分が人生を通して成し遂げたいことを考えた時にやるべきことってすごくたくさんあって、うん、もう10個とかじゃなくて多分100個とかあって、うん、その中のうちの1個が まあその人事を経験すること採用もだし労務とかも経験することだったんですね組織作りという観点で。で自分が17卒で就活してたんですけどどうせいつかやるんだったら一番自分の市場価値が高いのって17卒で就活を経験して18卒19卒採用をやるのが。 学生にとっても組織にとっても一番市場価値が高いはずというのはやっぱりありまして僕が35卒採用をやっても多分何の役にも立たないじゃないですか17卒の人がもう時代遅れな感じするので、まあ、最初にそこかなっていうのと最初は事業部の方に行こうと思ってたんですけど僕が将来というか人生かけて作りたい社会とか作りたい世の中のイメージとガイアックスの中の環境とか組織とか文化って結構近かったのでもっとこの組織を内側からよくすることとか まあ,あと、この組織の中のカルチャーとか、外に発信していくっていうことを通して、世の中にク x みたいな組織が増えたらいいなと思っていたので、そういうコポレート部門に行ったという背景です、うん。なるほどなるるほほどど 結構その新卒の時から自分がどこ,になんてうのどこの事業部に行くかとかは選べるような環境だったっていう感じなんですかそうなんですうちは結構、交渉できて<ー>ドラフト制みたいなところありまして<ー>僕のプロフィールとか見て興味を持った部長とかと面談が組まれたりして話しながら最終的にお互いの合意で決まるるんですなるほど,なるほどこうなんか結構、多くの会社とかは会社が決めるじゃないですかいや、君営業だからみたいなはい、はい、そういうのではないっていう感じなんですか。<laughs> 実際に超リアルに言うと多分本人以降が4割で会社都合6割ぐらいのバランスかなと思うんですけど例えば今新規事業投資するお金ないのに新卒10人入って10人が新規事業をやりたいって言い出しても困るんで完全になんか思いのままにって感じではないんですけど本人が望まない配属とかがされることはないというか本人のなんか人生の中で何でガイク選んだのかみたいなところはそれぞれ違うと思うので。 なんかそのための修行になるようなところだったりとか、働く目的と生きる目的が合うようなところになるようには基本的にはしてます。なる,なるほど。これもちょっとその、今のお仕事についてまた詳しくお伺いしていきたいなと思ってるんですが。はい、あの、まあ、ぜひ、こう、まあ、過去から遡っていろいろちょっとお話を。聞いていければと思っています。はい、はい。まあ、今は、ガイアックスで人事全般やられてる、流れさんなんですけど。まあ、こう。 まあじゃあその流れさんはどうやって作られたのかっていうところを <laughs> はい <laughs> ちょっとはい解明していければと思います。<laughs> はいはいではまずあの幼少期からぜひお伺いできればと思うんですがあのこうどんな環境で育ってどんな子供だったかみたいなところについてお伺いしてもいいですか。はい僕がいつも面接で一番最初に聞いてることなんでなんかすごい変な感じがしますけど。<laughs> <laughs> はい。どんな環境で育ってで言うと <laughs> 僕はですね、山口県のめちゃめちゃ田舎の方で山口県の中でも下関市とか何個か皆さん知ってるような都市あると思うんですけどそういうとこじゃなくてもっと田舎で育ったので中小中高全部公立ですしで長男なんででですす。ね。いとこの中でも一番年上です<おー> <laughs> だからまあおばあちゃんとかおじいちゃんからも初孫で可愛がられてはいました。<laughs> ただ父親がちょっと変わった仕事しててフェリーの船長って言って伝わるか分かんないんですけど大阪の港から福岡県北九州の港の間をお客さん本当多分1000人とか1000人ぐらい乗るような船を往復してあの運んでるようなフェリーの船長だったので一般的な何なて言うんでしょう休みの日は日中でも家で寝れるしいない時は航海に出てるからいないみたいな。 まあ、そういういお父さんで母親も、まあ、PTA に選ばれたりとかパートで働いてたりとか結構忙しかったので、うん、家に1人でいることもあるし、うん、母親の知り合いの家に預けられるみたいなことも多かったので、うん、その時点で結構なんか人見知りはなくなってましたちっちゃい頃から、うん、友達のお母さんの家とか母親の友達の家に預けられるみたいな夜が結構多かったですなるほどなるほどそうすると結構、まあ、こう小さい頃からコミュ力というか まあ人といろいろ関わる機会が多かったっていう感じなんですかね。そうです、ね、なんかあんまりそのプライバシーというかそのパーソナルスペースみたいなものとかをあんまり気にしなくは幼少期からなってました。なるほどなるほど。ご家族はじゃあお父様とお母様と3人であと,あと妹が実は3つ下で生まれていますねはい。そっか冗談 小学校とかでは何か印象的な思い出とかってあったりしますか小学校ではですね僕幼稚園が、えっと、小児ぜんを患っていて幼稚園とかマラソン大会最下位だし完走しない人だったんですよ。 うんうん、最後泣きながら歩いて先生のとこに行くみたいな子で小学校12年生ももう全速ひどかったんでそんな感じだったんですけど小2からスポーツあのサッカーを始めましてで、まあ、全然練習ついていけないけどやってたら小1の頃マラソン大会。 百人中最下位とかなのに、うん、小三でいきなり学年三位とかになってるんですよ。<っ> <laughs> で、そうなると、小学生とか運動できるかどうかで、結構、なんていうですか。うん、カーストじゃないですか、変わるじゃないですか。うん、変わる多分。一、二年は、ちょっと面白い変わった子、だけど、運動できない子みたいな感じだったんですけど、小三ぐらいから多分いきなり。 クラスの中心的位置ぐらいに、多分、なんか、上り詰めたじゃないですか、自然となっていっていて。うん、結構、小学校前半と中盤以降で、全然違う、クラスでの、キャラでした。シビアですね。<laughs> そうですよね。残酷、<laughs> 残酷ですよね。なんかええー。そうなんですね。私も、どっちかっていうとあ、あの、小二前作。お、ヒューヒュー系女子だったんで。はいはいはい。そっち側、はわかるんですけど。いきなり <laughs>。 <laughs> いきなり3位とかすごいですね。めちゃめちゃそうなってからはまあ多分性格ももともとより明るくなったと思います。うんうんうん、なるほどなるほど分かりました。なんか当時こうなんかどんな遊びしてたとか例えばすごい勉強好きだったとか読書してたとかなんかサッカーばっかりやってたとかなんかどんな時間の使い方してたかとか覚えてます、えっと、なんかもう 朝からなんかめちゃめちゃ恥ずかしいこととか全開でいくんですけど僕今でも妄想力がめちゃめちちゃゃ高いんですよ <laughs> まさっきの人事で言うと、まあ、誰がどういう配属になったらどういう社会になるかどういう会社になるかとか何回もシミュレーションするんですけどあとずっと国語が得意で小説で読んだものかテレビで見たか分かんなくなるぐらい鮮明に映像化されるような人なんですけどちっちゃい頃はよく例えばサッカー好きだったら。 サッカーのワールドカップとかあるじゃないですか、うん、全試合シミュレーションして、うん、なんかその紙に書いて、うん、でなんか日本対韓国は誰が点入れて何対何だったとか架空ですよそれをずっと書いてたりとか、うんうん えっと、最近よさこいとよどりやってるんですけど、うん、小学校時代もよさこい地元のチームでやってたんですけど、うん、なんか山口県から出たことないくせに全国にありそうな架空のチームの衣装とかチーム名とか書いたりしてて、うん、なんかそれをノートにいっぱい書いてて遊んでたり、うん、なんかそういう存在しないものを妄想していっぱい落書き帳に書いてる変な子でした。えー、それで 小学校1、一年生の時はちょっと変わってる子だねみたいな感じだったってことなんですかそんな感じですね、まあ、でもそれは親以外にはばれてなくて、なんかそれ、本当にここ数年までなんか恥ずかしいものだと思っていたので人に見せることはなかったんですけど親戚からはだからなんか僕はやっぱなんかその独特ななんか世界観を自分で持ってるよねってそれで言われてました。<laughs> なるほどありがとうごございいますすごい すごいですね <laughs> ワールドカップ全試合シミュレーションは結構結構すごいですねあでもそれそれも一回シミュレーション終わったら <laughs>、はい、自分で髪を切って、はい、抽選作って別の組み合わせでもう一回やるんです、はい、みたいなことを永遠とやってました <laughs> この組み合わせだったら日本結構ベスト8ぐらいいけるかもみたいなの作ったりして遊んでました <laughs> えそれ小学生の時ですか 2> 小二ぐらいからもうちょっとそんな感じだと思います <laughs> すごいその いやその遊びなんか広がると、なんかいい気がしますけどね。いや、うん、そうなんです。これ結構、後々、うん、楽し,楽しいです、ね。うん、今でもなんか好きな漫画とかの、パラレルワールドいっぱい脳内で作ったり。うんうん、スプレッドシートに書いてる時とかあります。はい、ぜひ、あの、そういうの、脳となり、何かで公開していただけると。まあ、しないでしょうね。ありがとうございます。で、まあ、そこから、まあ、小学校。 えっと、経て、中学校入っていかれると思うんですけど、中学生の時とかって、何か印象的なこととかありました?。中学ですか?うん。中学時代は、また同じ中学は、地元の公立小からそのまま公立中に上がって、二個の小学校から来ないの、しか来ないので。まあ、メンバーはそんな変わんないですと。で、だから、クラスの立ち位置とか、あんま変わんないんですよ。僕の小学校から来てる人が七割、横の小学校から来てる人が三割ぐらいの感じなので。うん 人間関係変わらないんですけど小1の時の担任の40代ぐらいだったのかなその男の先生が、まあ、すごく好きで、まあ、かっこいいんですよすごい普段適当なんですけど締めるとこちゃんと締めるみたいなかっこいいイケてるおじさんだったんですよその人がバレー部の顧問でその人に憧れてバレー部に入りますがで強かったんですけどその人が僕の入学1年後2年生になる時にあの転任するっていういなくなるっていう。で 代わりになんかバレエ教えれる人とか別にうちの中学に1人もいなくて素人の全然バレエやったことない女性の先生が監督になるとで、それ教えれないからなんか外からよくわからないコーチが引っ張ってこられるんですけどその人がなかなかバイオレンスな人でもうなんか全然教育者とかでもないからめちゃくちゃ殴られたりしてましたしなんかその人の機嫌次第で練習中止になったりするんですよ。 みたいな結構なんか意味わからないところにいて、うん、っていうまあ部活は結構原番万でありつつ、うん、で田舎の公立校なんでそんなにみんな何て言うんですか大学とかも同級生とか行ってないので勉強は普通に宿題やってれば学年トップクラスでした、うん、で、えー、っと生徒会長に3年生の時になるんですけど、うん、その生徒会長になるのもなぜか部活でめっちゃ怒られるっていう。 なんで事前に部活にそんな忙しくなることをするのにんで事前に部活で相談しないんだって謎に怒られるっていう多分生徒会長になって怒られるやつ全国で僕だけじゃないかと思ってるんですけどなんかめっちゃ切れられたりしながらなんかよくわからない <laughs> 部活でのストレスを抱えつつでも勉強はそこそこ普通にできるしで、まあ、家ではなんか架空の世界を繰り広げてる変な子でしたっていう感じですね。<laughs> なるほど <laughs> その <laughs> パラレルワールド系のことは継続しつつ、まあ、バレー部をやりつつ生徒会長も。生徒会長はそこがなんか僕責任感がもともと非常に強くてなんか妹が結構昔お母さんと一緒じゃないとい、うん、何もできないような子だったりしたんですけどその影響とかもあってか。 なんか組織とかチームとかグループとかへの当事者意識が非常にやたら高い人でなんか学校をもっと良くしたいなというよりはなんか自分がやらざるを得ない感じというかそういうのを勝手に感じるで実際僕の代副会長にやりたいって言ってる人めっちゃいったんですけどその事情もなんかお互いち、まあ、っちゃい学校なんで空気感的に分かったりするし。 前年度生徒会やってた2年生だった子とかも3年で会長やる気はなさそうな感じとかあったんで、うん、やっとくかみたいな感じでなるほどじゃあ結構責任感によるものっていう感じだったんですかねそうですねうんうん、うん、ありがとうございます、まあ、そこから高校受験ということになると思うんですけど、まあ、どうやってそのこうそう私も地味に生徒会長だったっていうことを書いていただいてますか <laughs> 本当だ <laughs> <laughs> 私どっちかというと怒られ形成と会長でした <laughs>、はいでまあ、ここからこう高校に、あのー、入られていくと思うんですけど、まあ、高校の選び方だったりとかっていうのをまずお伺いしてもいいですかわかりましたまず高校がこれまた波乱万丈な選び方をしてまして田舎のさらに田舎の中学なので勉強頑張んなくても成績上位者なんですよ。でみんな進学校とかそんな行かないんですよね。 <laughs> で僕はもともと近くのなんとなくかっこいい私立高校とかあとまあバレエが強い工業高校とかも一時期は考えてたぐらい高校選び結構適当だったんですけど、うん、中3の秋に幼少期によく遊んでくれてた近所の一個上のお兄ちゃんみたいなまあ幼馴染みたいな、うん、一個上のお兄ちゃんが彼は山口県では珍しく中学受験をして私立中に行ってたんですけどそのままえっと。 山口県でいうと一番トップの進学校に入学してて、うんうん、そこのバレー部が部員が足りなすぎて廃部になりそうだと言われてだからまあ来てほしいと僕が中学でバレーしてるの知ってるし、うんでまあ、ちっちゃい頃よく遊んでくれた優しいお兄ちゃんなので、うん、なんかここまた当事者意識が働くというかんか自分が救わねばみたいな感じでそこに入ろうとするんですけど。うんうん 学年トップの成績なのにそこの高校に全然足りないんですよだから3年生の秋から半年もないぐらいの間めちゃめちゃ猛勉強してもうギリギリほぼ最下位ぐらいで補欠合格ぐらいの感じで、うん、その上高校っていう,、うん、うんと誰がいるかなエヴァンゲリオンの安野監督とかあと去年、うん、だ誰だっていうのなんかノーベル賞を取った人がいたりとか、まあ、そういうあとユニクロの柳井さんとかが OB なんですけど、うんうん、そういう高校に無理やり入りました。 無理やり入なるほどなるほどじゃあ結構高校受験も、まあ、一つ責任感みたいなところがあって入ったような感じだったっていうことなんですかねそうですね親族とか誰も大学卒一人もいない中謎にその進学校に急に進んだ変な人ですねまたここもそれは親御さんとかはこう何か口出ししてきたりとかっていうのは特になくてまあいいんじゃないみたいな感じなんですか あななるるほどじゃあそこからまあ高校入っていくと思うんですけど高校生活っていうのはどんな感じだったんですか周りの環境とかも変わったと思うんですけどはい、うん、周りはなんか親も医学部とか、まあ、親も宇部高校出身で、うん、例えば早稲田卒だみたいな人ばっかの中僕はまず大学受験が何かもあんまりよく分かってないし、うん、人生の中で大学行くとも思ってなかったので,、うん、であと今まで成績ずっとトップクラスで。 高校入った瞬間、うん、280人中位とかなんですよ、うん、まずこんな頭いいやつらが今までどこに隠れてたんだみたいな衝撃があって<笑><笑>確かになるほどうちの中学にはいなかったぞっていうギャップから始まり、うん、でバレー部に入る話をしたんですけど、まあ、成績悪く、うん、でもバレー部だったら主力選手みたいな、うん、で、ここからバレーの話が展開されると思ったと思うんですけど、はい、幼少期の,その幼馴染の先輩が2年生でキャプテン。 でもその教えれる人いないんですけど、うん、そのキャプテンがまあもう34年ぐらいずっと会ってないうちに思春期だしいろいろ変わるじゃないですか。向こうから見ると違うと思うんですけど僕から見るとめちゃめちゃ自己中心的ななんかチャラ男みたいな感じ育ってて、うん、メールでやり取りしてたら分かんなかったんですけど。うんうんで なんかで部活もそこにいても別にうまくなる見込みはないと思ったし、うん、結構大喧嘩を何度もした末に1年生の夏にもうバレー部を辞めるっていう<おー> <laughs> そのバレー、うん、部の人数足りないから来てくれって言ってバレー部入ってるのに、うん、しかも大学受験もそんな頑張る気ないのに、うん、そこでバレー部辞めてるんでもう自分はなんでこの高校にいるかよくわかんないんですよ、うん、でそこの高校ででもまたラグビー部があって、うん ラグビー経験者とか山口県内でほぼいないからここも部員ぎりぎりなんですね試合に出れるかどうかみたいなラグビー部に入学当初からなぜかずっと誘われててそのラグビー部に転部して1年生の秋ぐらいからはまあラグビー選手として生きていく感じになりました<ー>成績はもう3年間ずっと最下位クラスです,うスですうんなるほど ラグ,ラグビーはじゃあ、高校でで始められたってことなんですね、はい、しかも部員は結構みんな未経験者とか、まあ、そんな状況だったっていうことで、じゃあそこから3年間はもうずっとラグビー漬けって感じだったんですか、はい、そうですね、親からも、まあ、自分で頑張ってそういう高校入ったんだから、もともと高校時代3年は好きに過ごせと、1年までは浪人してもいいって言われてて、僕は浪人が何かもその時点でよく分かってないんですけど、まあいいと思い。<laughs> あまあいいんだって思ってて思留年だけするなって言われて、うん、まあ留年仕掛けてるんですけどずっとギリギリで、うんうん、勉強中もまあその例の妄想力高めなのがあるんで、うん、なんか授業中とかもノートの端とかでなんかめっちゃ作戦立ててたりとか <laughs> そういうことしてあんま授業は聞いてないみたいな感じの子で。 勉強はずっとギリギリで大学受験周り志望校どことこと言ってるけど僕よくわかんないから適当になんか近くの岡山大学とか,なんかレベルがどのぐらいかもしれず適当に言ってて <laughs> でもうちょっと喋っちゃってもいいですかもちろんですえっと2年生の夏にですね僕の1個下の学年で山口県では貴重なラグビー経験者が入部してきた、うん、おお激熱激熱なんですよで普通そういう人強豪校に行くんですけどうちは普通の 存続ギリギリの部なのに彼が入ってきてくれたのは幼少期にうちの監督にお世話になってたらしいんですよ練習に混ぜてもらったりしてっていうなんか恩と義理みたいなのでうちのチーム入ってきてくれてまあ明るいニュースですで2年生の夏に全国から高校生を集めた早稲田大学ラグビー部のキャンプみたいなのがあったんですよでそこにその子が行きたがってたけど まあ田舎者のそいつがしかも日本代表とかでもないそいつが1人でそれに行くのすごい不安がっててこいつは強豪校行けば一緒に行く仲間もいただろうにうちの上高校入ったばっかりにそれに行くの諦めかけててもったいないなってすごく思って当時日本の早稲田大学ラグビー部のキャンプ行くチャンスなのにと思って僕全然素人なのに入ったのもあの、うん、結構遅れてですしラグビー歴1年もないのになんかそいつにあ一緒に行こうぜってなんか普通に誘って。 その早稲田のラグビー部のキャンプに一緒に行ったんですね。ううで僕もその時初めて東京とか、まあ、合宿は長野だったんですけど東京とか長野とかに来てて、うんうん、でそこで全国の、まあ、エリート選手今や日本代表にやってる人とかも来てたんですけど、うんうん、そこで見た早稲田大学ラグビー部が年は3個4個しか変わんないはずなのに、うんうん、目的意識を持って生活しててすごくきつい練習も楽しそうで。 すごくく仲良くてめちゃめちちゃゃかっこよかったんんすよあなんかこういう人になりたいと思ってうん、うん、早稲田大学ラグビー部になりたいと思ったらどうやら早稲田大学に入学しないといけないらしいと、うん、早稲田大学は非常に最難関クラスの私立大学らしいうん、うん、学問領域全然興味ないけど強いて言えばスポーツ科学部かなと思って調べたら<ー>それでも偏差値60以上はあるみたいなうん、うん、無理じゃんみたいになりつつ まあ、でも、とりあえず、大学受験する動機にはなって。一応、受験するかもよく分からなかったけど、早稲田大学スポーツ科学部が現役時代の、一応第一志望として。それもあって、ギリ留年しないぐらいのモチベーションにはなっていたっていうのはあります、うんうん。なるほど。じゃ、そこの巡り合わせから、大学っていうのが、ちょっと具体化されてきたような。感じだったんですかね。おっしゃる通りです。はい、うん。なるほど。ありがとうございます。でも、じゃ、あそこから。 えとまあ、ラグビー部でこう、まあ、高校3年間を過ごしてっていうことになると思うんですけど、まあ、じゃあ進路決定っていうところいやもうちょっと高校生活のこと聞こう部活以外はどんな感じだったんですか <laughs> 部活以外はすごい破天荒な <laughs> 本当に3年間親のい <laughs>、はい親のそのいいつつじゃないけどちゃんと守って好きに過ごしてたので、うん、まあなんか結構 クラスでふざけてるやつ3人ぐらいいるじゃないですか高校とかっ、はい、明るい男子3人ぐらいいるじゃないですか、うんうん、そのうちの1人でだいたいいつも<ー>めちゃくちゃだしなんかまあ田舎の学校なんですごく硬いんですけど、うん、なんか普通に高校に先輩が部活引退する時めでたいから祝おうと思って、うん、ピザハットとかでめっちゃ高校に注文して呼んだりしたらそれがなんか職員室にピザが届いてめっちゃ怒られるとか。<laughs> うん、そういうことがよくあるすげえ多分、ね、<laughs> <laughs> あと学年が280人いるんですけど、うん、なんか280人全員と卒業までに1回は喋ろうってなんか決めててうん、うん、他のクラスの人とかにもともと幼少期から人見知りがないので話しかけてたのもあって学校内に僕から見て顔と名前が一致してない人は1人もいないみたいな学年で言うと<ー>だから結構、まあ、そういう意味でも変わった人だったかなと。 280人って1学年が280人なんですけど280人僕が1組で7組の女子とかも普通に顔と名前一致してるみたいな<ー>ちょっと多分すごいですね結構それは特技的な感じなんですかそうですね人に話しかけることに全然抵抗がないっていうのと、はい、人への興味がめっちゃ強いんですよはいはいはい。 そうだったんですね。なるほど、なるほど。で、280人とじゃあ3年間を通じて話していったっていうことなんですね。そうですね。ああとなん,、ね、なんかそんな仲良かったわけでもない友達でも覚えてくれてるエピソードが、なんか学校内でなんか些細な事件って起こるじゃないですか。うんうん、なんか教師がぶちりれてなんか生徒と大喧嘩するぶち事件とかよく起こるじゃないですか。そういうの僕なんか。 それを見てた人とかに取材して勝手に自分で新聞作って印刷して配って遊んでたんですよ。それをすごいなんか久しぶりに会った同級生とかにはそれめっちゃ言われます。流れなんかめっちゃおもろい新聞作ってたよね僕そんな覚えてないんですけどななんかそういういことやってました <laughs> なるほど結構本当に、まあ、他人に対する興味関心をもとに、まあ、いろんなことを展開されていた高校生活だったっていう感じなんですかね。 なんか想像するに進、まあ、学校なんだとしたら、まあ、結構、周りの人とかって例えばすごい勉強するとか割とそういう破天荒に走る人もそんなにみんながみんなじゃないのかなって思ったたりとかしましま、はい、みんな,なんてうんですか、ね、授業中寝てるやつとか、うん、自習の時間持ってきたなんか任天堂 d s,、うん、<S DS とかやってるやつとかはいたんですけど、うんうん、僕決してそういうサボり方はしないのにめっちゃ成績悪い明るいやつだからもうすげえ変なやつだったと思います。うん でもそれれは愛されますね間違いいなくありがたいことと、はい、<laughs> なるほどありがとうございますで、まあ、ここから、まあ、大学受験、そして大学進学っていうところになると思うんですけど、大学受験に関しては、まあ、どんな感じで意思決定されていった感じなんですかまず現役の時はふわっとしたまま、まあ、一番行きたいのは早稲田大学ラグビー部だなみたいなあ、ラグビー部じゃない、スポーツ科学部だなっていう、普通今、ナチュラルに間違えまして、多分今のがホーム <laughs> しかも別にラグビーそんなうまいわけでもないですからまあでもなんかそう思うのあってそしたらスポーツ科学部第一志望で受けてて。うん だからでも私立しか受けてない学校はめっちゃ効率受けさせたがるんですよ進学実績出したいから<ー>でも、うん、まあそんな感じででそこ受かんなかったら別に行きたい大学他にないからいいやっていう感じで、うん、受かるレベルの例えば山口の私立大とか受けたかっていうと受けてなくて、うん、まあ普通に浪人しますというかセンター2日目とか雪すごすぎて嫌だなと思って受験行かなかったぐらいなんですけど、うん、<laughs> 普通に同じ野球部の悪ガキみたいなやつと朝、うん。 雪やばくねって,言ってどうする行くって言われて行かないとかあんのえー、あんじゃないやめとこっかみたいなそういう感じの現役の頃でなんか <laughs> ライトだな <laughs> なんかそういうお手軽受験を現役の時はしちゃって普通にまあ落ちますで勉強の仕方とかも全然わからない3年間あちゃんとやってないんでだから北九州予備校という多分<ー>九州中国エリアの人だったら誰でも知っている監獄と呼ばれてる予備校があるんですよ なんかすすごいやばいって噂だけ聞いたことあります勉強に関係ないものは寮には一切持ち込み禁止で,、うん、で寮内のすべての廊下に監視カメラがついててで他の人の部屋に一歩でも立ち入ったらあの即、うん、強制退寮。うん、授業が校舎で時に18時に終わって、うん、寮の門限が19時っていう、うんまあ、そういう囚人みたいな生活をしてました。 ちょっっとここ勝手にバーてて喋っていきますね最初、まあ、自分で勉強の仕方すら分かんないから強制されないと無理だと思ってそこの予備校入ったんですけど、うん、まあだからまあおもろいように成績伸びるじゃないですか最初4月5月めっちゃ伸びて6月ぐらいにその近くにある女子寮もあるんですけどうん、うん、女子寮の、まあ、ある女性とお付き合いをすることになりましたと、うん、しちなみに浪人中って しかもそんな環境にいると心の支えとか娯楽なさすぎてカップルめっちゃ増えるんですけど<ー>でそこの、まあ、女子寮の人とお付き合い始めます。うん、でやっぱ浪人中ってメンタル壊すことが多いじゃないですか <laughs> すごい北呼びのリンク貼られてるゃ <laughs> もて。<laughs> <laughs> <laughs> でその、まあ、成績最初はお互い伸びてたんですけど、まあ、その子の方が先にメンタル的に弱り始めた体調を崩したりし始めた。 で僕めちゃめちゃ自分より結構人の方が大事な人というかあの自分の問題より人の問題の方が大きく見える人なので、まあ、すごくそれに寄り添う日々を僕が勝手にしてたんですけどその相談に乗ったりしてるうちに自分側も結構精神的に自分の勉強のストレスとあとその 人とすごく喋ってる中で自分も精神的に、まあ、メンタル壊し始めて重、うん、きりし体調を壊すぐらい肌とかが普通に重きりし荒れて全身に湿疹み,みたいなのが普通にできたりとかうん,、うん、なんて言うんですかねあの腸とかがなんかすごいストレスかかると過敏になったりして、うん、お腹壊しやすくなったりとかするじゃないですか、まあ、そういうのがあって普通に自習室とかに1時間座ってるのが無理なぐらい体調壊したりし始めて、うん 最初うなぎ登りだった成績が、まあ、普通に勉強どころじゃないぐらい体壊したりしてめっちゃ下がってなんか最終的には現役の時よりややいい成績ぐらいに戻っちゃってでその時もなんか何とかして無理に大学行きたいみたいな思いはあんまりないのでなんか別に行きたいと思える大学受からなかったら大学行かなくていいやと思ってたんですけど。 でそれで普通に、まあ、もちろん早稲田も落ちてるし、他にも何個か受てたとこも落ちてるんですけど、人生どうしようかなぐらいでいたら、母親が、まあ、なんかそんなに高校時代からまあめちゃめちゃ勉強できないわけですよね。だけど、まあ、結構一生懸命にはやっていて、まあ、それがマジですごい意味わかんないと思うと、母親から見ると。 <laughs> 普通嫌になるよねみたいなそんだけ周りとレベルの差があったりしたらうん、うん、でもそれでもなんかそな頑張ってるのを見てきてうん、うん、もしもう1年勉強してただ伸びると自分でも思っていてかつそれを自分でしたいと望むのであるならうん,、うん、なんかもう1年別に応援するしまあそれはなんかそれが本人の夢というかなんか目標になるんだったら親としてそれは一緒に支えるよ的な親とめっちゃ仲悪かったんですけど、うんうん、そういう風に言われて。うん まあちょっと考えて、まあ、ちょっと親不孝ではあるけどそう言ってもらえるならせっかくここまで来たしなんかもう1年やってみようかなっていうことで僕2年間浪人してますけど2年目はもうなんか一応通いの予備校みたいなとこ通いつつ1年目の失敗経験もあるのでほぼスケジュールを完璧に組んでこの通り行けばこんぐらいになるという予想のもとそれ以外は絶対勉強しない。 でなんか月一回は必ずゲーセンに行くとかめっちゃ自分でルール決めて、うん、なんかプログラム通りに生きるような形で受験生活をしているっていう感じです、うん、結構じゃあガラッとそのはいまあその予備校時代とかは結構外圧というか周りにこうなんなんだろうスケジュールとか組んでもらうような感じなのかなと思うんですけどそうですねでそれをじゃ自分でやったってことですよねそうですそうですなんか本当にメンタルって人壊すんだなと思ったので、うん、それが絶対起こらないように、うん、あの。うん ちゃんと遊ぶ時間とか決めて、何時以降は勉強しないとか決めて生きてましす、うん。なるほど。で、じゃ、その、まあ、浪人生活を経って、まあ、大学に入られたと。はい。大学の選び方とか、はどんな感じだったんですか。そ,そう、こうしてるうちに、経営経営、商学系に興味を持ち始めていて。起業したかったってわけではないんですけど。うん、まあ、なんか、なんとなくの、僕たちぐらいの世代が。 まあ世の中をよくしなければ日本という国はやばいんだろうなみたいなのが田舎に育ってるとやっぱありましてお年寄りばっかだしそれで経営系とかまあそういうところに興味持ってでちなみに2年目の浪人も早稲田大学小学部は落ちてるんですよでまあ受かった大学の中で立教の経営学部なんですけど立教の経営学部が結構面白い取り組みとかも多いし結構ちょっとだんだん 有名になってきた頃で、あ、ここがいいかなと思って、立教の経営に入ったって感じですね、うん。なるほど、ありがとうございます。で、まあ、じゃ、浪人時代を経って、大学にっていうことなんですけど。はい、大学時代は、どんな感じで時間を過ごしてたんですか。 まずえっと、僕もともと現役受験の頃から現代文はめっちゃ得意だったんですけど妄想力高いの、うん、それが2年も浪人してるから最終的に現代文の能力エグいレベルになってて <laughs> なんから個別指導だったんですよ <laughs> その最上位クラスでもレベル違うから現代文のなんか30代ぐらいの若い男の先生って個別指導で習ってたんですけどその先生が。 なんかもう受験直前期ぐらいに最近なんか悩みある困ってることあんのって聞かれて東京で一人暮らしできるかなと思ってるんですよねって言ったらなんか当時その人は早稲田だったんで早稲田の学生がいっぱい住んでた面白い学生寮を紹介してくれて即決でそこに入りますとそこは早稲田の寮じゃなくて誰でも入れるとこでそこが和慶塾っていう学生寮なんですけど40種類ぐらいの大学10か国籍ぐらいのいろんな人が住んでるところで。 め、うん、めちゃめちゃゃ体育会系なんですよ、うん、<laughs> まず入寮したら、えー、と東西南北あと犬医療かな5個寮があって「うん、ハリポタの世界」みたいな,なんかスリザリンとかグリフィンドールみたいな5個寮があって、うん、<laughs> 伝統は60年ぐらいある戦後すぐできたとこなんですけど、うん、入寮したらまず1ヶ月は新館期間がある新館って聞いたらパーティーとかかなと思うと思うんですけど、うん、まず挨拶練習から始まるみたいな、うん、<laughs> で挨拶練習とか合格したら、うん 各寮に委員長みたいな人がいるんですけど、うん、委員長になんか自分のなんか4年間どう過ごしたいかみたいな面接をして受かったらうん、うん、今度僕は北寮だったんですけど北寮の先輩80人ぐらい全員の部屋にスーツで自己分析シートっていうのを持って挨拶に行かないといけないんです。うんうん、1> で1時間面接みたいなのをしてうん、うん、それ全員終わったらやっと自由なのみたいな。それやってる間に大体みんなサークルの進化を逃すんですけど。 そういうめちゃめちゃ体育会系の学生寮にままず入ってました <laughs> 後々3年生でその代表になったりとかいろいろあるんですけど <laughs> それに入ってたのであんまり大学の友達を増やしていなくて <laughs> 人見知りがないがゆえに友達はいっぱいいるんですけど大学のサークルとか入って1週間でやめたし。<laughs> で学部がワークショップとかプロジェクト型の授業が多い学部だったので、うん、学部の友達はほっといてもめっちゃできるんですよ。あなるほどでも他学部に1人も友達いないみたいなそういう大学時代の始まりですね、うん、まずは。うんうんうん、でじゃあそこからそうすると結構生活の中心はそうですね夏とか1ヶ月ぐらいにわたる体育祭とかあるんですけど量対抗で。体育祭期間とかかは <laughs> なんか普通に 外出するのに許可がいるみたいな印象の <laughs> サークルの合宿ありますとか言ったら普通に激詰めされるっていう <laughs> なんかそういう環境だったんでそうです長期休暇なかったんですよ僕大学時代1回も<え> 1> 夏休みはいかに最下位だし、うん、冬休みは冬休みその委員長選挙とかあるし、うん、なんかそういうイベントが散りばめられていてうん、うん、軽計塾に入った人は長期休暇がないんです、うん、っていう。 そういうい生活でしたなるほど大学生なんてねもうモラトリアムの権限みたいな感じなのにじゃあ結構その、まあ、きっちりいつもイベントがあるみたたいな生活をして,たて、ね、イベントにはすごいまともだからみんな平日だらだらしだして留年する人とか結構いるんですけど、えー、僕はそこは真面目だったんで、うん、なんか好き勝手遊ぶことはあんまりできなかった、うん、でも大学2年生になる時に長期インターン始めたりとかはしてたので、うん、結構異端児といえば異端児だったかもしれないです。うん じゃあみんなこう寮のことやって、まあ、学校は行ったり行かなかったり留年したりしなかったりみたいな中でインンターも行かかかかれれててたたっっっいううことそそでですかそですね何きけがあったんですか大学2年生になるときにうん、うん、ちょっとオフィスワークというものを早めに体験してみたいなっていうのがあって考えてたらうん、うん、そこの寮の2個上の先輩でうん、うん、ちょっと異質な先輩がいてすごく頭良さそうだしだらだらした感じもないけどなんかすごく。 すなんかすごそうな人で学生とは思えないすごそうな人で、うん、ちょっと話しかけづらくて、うん、後輩とかがそんなにバンバン仲良くなる感じでもなかったある先輩が、うん、早めにそこの寮を早期改良することになって、うん、彼が3年で僕が1年の終わりですね、うん、引っ越し手伝ってって言われたんですよで僕緊張してたんですねそういう先輩なんで、うん、でなんでそういう感じなのかっていう思ってたんですけど喋ってみたらその人はお父さんがまあ結構な 超大企業の社長その息子で本人も株式投資とかで普通にアルバイトしないでも生きていけるぐらいには稼いでいるし将来も起業するのも決めててみたいな人で彼から見て他の後輩と僕だけちょっと違ったらしいんですよ。すごいんか人生観とかがしっかりしてたりとかちゃんとしてだと思って僕を見いだしてくれて彼がインターンすることになる人材系のヘッドハンティングを行うエグゼクティブ人材紹介の会社でインターンを始めるって。 決めてたから、うん、一緒にインターンチーム作らないかって言われて誘ってくれてこれはまたとない機会だなと思って一緒に入ってインターンチーム作りましたあなるほどじゃあそれを、えー、と2年生からやってたってことですよねそうですね2年生になる4月か1年の3月かちょっと忘れましたけどそのタイミングからうん、うん、じゃあもうそこからがっつりインターンみたいな感じだったんですかでででも働いいててたたのはは別に週週とととかかかかなくて週何回かとかいうレベルだっっっんですけどそこからやっぱりちょっと ビジネスに一応初めて携わりだしたので世の中の見え方とかは変わってきたりしてやっぱ大学で学べることが全てじゃないなと思ったので大学は最低限しか行かないっていうのを自分で決めてその単位は落とさないけどその時間何に使うかっていうことにすごいこだわり始めました。な <laughs> なるるるほほどどそああそこのインンターンもやりつつ、まあ、そうすると だ、まあ、だんだんこう2年生とか3年生とかになっていくとこう就活みたいな話になっていくと思うんですけど、はい、なんかそこはどんんな感じででやっていったんですか就活が、えー、っと僕だったりタカ子さんの世代だとうん、うん、多分あれですよね3年生の5月ぐらいからサマーインターン情報解禁とかだと思うんですけどその時点でインターン1年人材系の会社でやってて、うん、やってた仕事が例えば、まあ、これ適当にありますけど、うんうん、外役すると分かりづらいので。 別にクライアントじゃないですけど、じゃあセブンイレブンがクライアントだとします。うんうん、セブンイレブンがブラジル拠点進出するから、ブラジルの支社長が必要だとなったら。うん、うちへの依頼はその候補者を探してくれっていう話なので。うん、僕らはファミマとかローソンで、ポルトガル語圏の経営企画をやったことある人。を頑張って世の中から探し出すみたいな仕事をしてたんですよ。うんうんうん、ああ、なるほど。<laughs> だから、いろんな業界のえぐい量の履歴書とかを見まくって。っ できたり経歴を見まくってまさにこういう今日みたいな取材記事とかをいっぱい読みあさったりしててあれどうやら例えば小売業界の経営企画で成功してる人って新卒で小売業界入ったわけでもなければ最初から経営企画やってたわけじゃないぞみたいなことに気づいて就活でマイナビとか,、まあ、なんかバイネームで出すのもあれですけどマイナビとかリクナビとか見ると業界とか会社規模とかで絞れるけどこれあんま関係なくねって思ったんですね。 じゃあ自分が何したいかの方が大事だなと思って3年生の5月サマーインターン情報解禁からはとにかく多くの大人と喋って壁打ちするっていうのを目標にしてで寮とかはいろいろあって忙しかったんで隙間時間できるだけ社会人としゃべるって決めて秋までの半年で200人ぐらいと喋ってるんですよ。 おもうそこが僕の KPI というか何人に頭の中をぶつけたかが KPI で、うん、200社ぐらいの人とサマーインターンとかもいろいろ行きつつ説明会とかでめっちゃ質問しまくって、うん、で質問しまくった後に個別で話しかけに行って「めっちゃ質問してすいませんでしたまだ聞きたいことあるんで連絡させてもらっていいですか?」って言って、うん、名刺もらって個別で会うみたいなことをしまくって、うん、頭の中を整理して。うん、で そううやっていいくうちにに自分がが長期的なりたたことが見えてきたんですよね人生のミッションみたいな。それが世の中から他人事という概念をなくすってこう言ってるんですけど例えば駅前で友達がお金なくて困ってたら貸すと思うんですけど、うん、よくわからない外国人旅行客が明らかに困ってても自分から声かける人ってほぼいないじゃないですか。うんうん、みたいなそういう当事者意識の範囲みたいなものを広げる世の中から他人事をなくすっていうのが一個と。うんうん もう一個が自分に自信がないとか成功体験がないことが理由で自分から何か踏み出すことができない人たちにいろんなきっかけを作ることでその人たちの力を社会に向ける、うんうん、でそういう人たちが生きやすい社会をその人たち自身が作れるようになるそういう2個を僕は長期的にやりたいんだなと思って、うんうん、えっとこのまま喋り続けちゃっていいですかちょっと巻きで話してもらっ ればはい頑張ります <laughs> で,でそれをやりたいでその手段はキャリアコンサルかもしれないし、うん、プラットフォーム事業かもしれないし、うん、教育かもしれない、うん、でど,れどの手段がベストかは考えてもわかんないなと思ってやったことないので、うん、だからどれか決めるのをまず諦めて、うん、じゃあいつ決まるんだろう手段は、うん、目的は決まってるけどと思った時に、うん、手段が決まるのはいつかわかんないけどめちゃめちゃ心配性の性格なので。うん 手段が決まってももっと成長してからやろうとかもっと勉強してからやろうと思うだろうなと思ってそれだと人生終わっちゃうし目的果たせないので手段が決まる日までに先にやっとかないといけないことを全部今考えようと思って そうするとやるべきこととしてどの業界に行っても自信持てるぐらいのビジネスの実績を複数持っておくこととか、うん、どの業界で戦うにしてもそこの第一人者とつながれるぐらいの、うん、まあ人脈を築いておくことみたいなやるべきこと、うん、とあとあり方としてそういう社会を作るには僕自身が人に誠実に向き合ってないと無理なので、うん、人と誠実に向き合うためには僕は心とお金と時間に絶対余裕がないと人に向き合えない人なのでその3つに余裕が持てる環境に行こうとか、うん、ToDo と to Being 自分が得るべきものを100個ぐらい全部洗い出して全部満たすような会社だけ受けていったって感じです。なるほどそれで受けたのがじゃあそのコンサル会社とガヤックスさんだったっていうことなんですか、ね、実は最後まで普通に内定まで受けてた会社は6社ぐらいあるんですけどでもそこは業界も規模もさまざまっていう感じですね。それはこう 向き合ってきた大人とかの話とかを受けて、どこを受けるかとか、どこに行くかっていうのを決めていったっていう感じそうですね、就活はめっちゃ仕組み化してて、いわゆる人材エージェントの方は、思いつく限り各社全部、ご一緒させていただきながら、逆求人サイト、オファーボックスとか、サポーター全部登録して、優秀そうな就活生は全員友達になって、フェイスブックのタイムラインで全部情報流れるようにして、めっちゃ自動化して情報集めてました。 そこからじゃあガイアクスさんに決めたのはどういう決め手だったんですかガイアクスはもともとそのヘッドハンターのアシスさんとしてた時にいろんな記事で見たことあって、うん、でオファーボックスという逆求人サイトでまずオファーが来て会いに行ってみたんですね、うんうん、でだからどっから先行でどこまでが面談だったのかよく分かってなかったんですけどはいろ、はい、んな人に会ってるうちにそこにいる人と会社のミッションが僕のミッションとめっちゃ近かったっていうところと、うん いる人たち一人一人が自分のミッションを持ってるなと思って、うん、ここにいたら僕が自分のミッションを今厚く持ってるものを何、うん、となくだんだん薄れてなーナーになることもないだろうと思って、うん、っていうのと僕が将来的に作りたい社会像と、うん、ガイックスの中の環境が似てたっていうのもあってここに入りたいなっていうふうに決めました。うん、なるほど分かりりまましたありがとうございます、はい いやー聞きたいい <laughs> めっちゃ喋りまろいろあるんですけどそこからあのちょっと多分、えっとまあ、仕事のことは無限に聞けちゃうので、まあ、ただ他にもいろいろインタビューが出てると思うのですべて割愛した上ですごいでんかその中で一つあの自分がその会社に入ってすごく自分が変わったとか印象的だったことっていうのを。 あえて一つピックアップするとするとどんなところになりますかねあえて一個入れるとしたら入社前なんですけど、はいはい、大学四年時一年間長期インターンしてたんですよ今の会社で四、はい、年前期は大学二十二単位残ってるので出力で大学通いながら週七で長期インターンしてたんですけど、うん、後期は卒論もなかったのではいはいはい、はい、携わってた新規事業の関西拠点立ち上げっていうのを任せてもらって一、うん、人大阪に移り住んではい、はい その寮も早期に出て大阪に移り住んで拠点立ち上げオフィス作って人採用して営業統括とバックオフィスみたいなことやってたんですけどもともとその心配性で計画ができないと動き出せないような性格だったんですけど10人採用インターン生とかアルバイト採用して僕が計画練ってる間10人動けないじゃないですかうん、うん、人件費だけ赤字になっていくっていうそういう環境に身を置いて初めて。 今まですごく、まあ、妄想力高いのもありいろいろ考えてから動く負けない戦い方をする性格だったのから、うん、まず何事もやってみてから、うん、自分で後でどうそれを正解にしに行くかっていう生き方をしないと物事を前に進まないなって強く感じて、うん、そういう意味では性格は180度そこで変わりました、うん、なるほどじゃあその大学の4年の後期で、まあ、すごく大きな変化を。 して、まあ、そこから社会人になっていったっていうところなんですかね。そうですね。だから、社会人になってから、あんまり。物事を恐れずに、とりあえずやってみる人になりました。うんうんうん、なるほど。じゃ、その体験を経て、まあ、社会人になられて。はい。ここから、まあ、じゃ、どんどん、こう、自分の範囲を広げていったっていう感じなんです、ね。そうですね。うん、うん、うん。ちなみに、その。 結構画薬師さんとかの方って、まあ、自由なというかいろんな働き方されてたりとか、まあ、いろんな人生の使い方してると思うんですけど流れさんは今はどんな感じでなんだろう人生の時間を振り分けてるというか <laughs> なんかやってるんですか 僕のややりたいいことはっっぱ就活時代から変わっててなくて、まあ、世の中のいろんな人にきっかけを作ることとか他人事という概念をなくすということで、うん、ガイアックスでやれることとしてそういう事業を作る後輩たちをいっぱいするために人事の仕事もあるし彼らがうまくいく支援もしてるんですけど、うん、結構やりたいことがそもそもそうなので、うん、社内で自分の役割関係なく動くことが多くて、うん、関係ない事業も手伝いすることもすごく多いですし、うん、あとは自社だけでそんなことやってても世の中よくならないので。うん あの人事コミュニティの運営事務局とかをしていたりいわゆるオンラインコミュニティオンラインサロンみたいなところにいくつか所属してたりあと僕結構 Twitter によく踊ってる動画を上げてたりすると思うんですけどあれももともと幼少期にやってたよさこいが好きだからやってるのもあるんですけど幼少期から憧れてた高知県の有名なチームがあって。 そこが踊りの力で世の中から無感動無責任なんだっけな無気力を正すっていうスタンスでやってるすごくなんか結構スピリチュアルな感じのチームなんですけどそれもなんかそこのチームのそれに共感してそういう激しい踊りをしてるのもあるし僕が当時めっちゃ太っててリズム感もなくてな状態だったので。 自分が全然踊れない状態からうまくなるまでの状態をずっと発信していこうと思ってっと動画を上げてる,のもあるんですよ実は同じハッシュタグで上げてるんですけど、うん、そういうビジネスで届かないところもいっぱいあると思うので、うん、一個は例えばそういう踊りを通してとかだったりとか、うん、その他も所属コミュニティいっぱいあるんですけど自分の一生に向けてやるべきだと思っていることをやりながら生きてる感じですね。ななるほどじゃあこ,うこれにとかこう手段ではなく まあ自分のそのきっかけを作る他人事をなくすっていうところに紐づくものであればもう割と何でもやるみたいなそうですねだからよく転職とかしないのかとかずっと人事やるのか聞かれるんですけど、うん、ガイアックスよりとか人事よりもその目的を果たすのに最適な手段ができればいつでも部署移動すると思ってるしいつでも転職すると思ってるんですようん、うん、ガイアックスすらまあ手段だと思ってるのでうん、うん、今のところはベストなのが今のあり方であるっていうことですね。うん なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、とまだ聞きたいこともいろいろあるんですが、あのー、まああの他のあのー、聞かれてる方もいろいろ聞きたいことがあると思うので、ここからあの質疑応答の時間とさせていただければと思います。まずは、えー、青木さんの方から何かご質問あればぜひお願いします。はい、ありがとうございます。長谷さん素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 私の質問の前に皆さんからもご質問先にいただいているものがありますので、そちらからはいご紹介させていただきます。ロロログさん例のロロログさんからご質問が来ております。大学生の方だそうですね。就活に関する質問です。動画制作のお仕事をしている中で、よりビジネスの世界で営業などのビジネススキルを磨きたいと考えており、長期勤単に行きたいと考えています。ご自身が長勤単されたいんですね。 しかし長期インターンの中でも実績実情はただのアルバイトであったりスキルが身につくものではないというものもあると聞きますインターン選ぶ際の注意点や見分け方などはあったりしますでしょうかという質問をいただいておりますはいありがとうございますえっ、ー、とそうですね実際そういうインターンかなり多いと思うんですけどインターンって多分目的意識を持ってやらないとあまり意味がないと思っていて営業とかのスキルを身につけたいというのはすでにあるのはすごい素晴らしいと思うんですけど インターン終了の時に自分がどうなってたらいいかっていうのを結構先に考えた方がいいと思います。どういう状態にやってたらいいか。難しかったら、インターンの長期のその期間が終了した時に自分が人にどんな自己紹介できるようになってたらいいかっていうのをまずめちゃめちゃ考えてみてほしいと思いますで。そこまでできたらその上で、そこの社員じゃなくて、できればインターン生と何度かし喋ら,らせてもらった方がいいですね。そこにいるインターン生が一番そこのこと分かっていて、 僕の部下のインターン生もいるんですけど、本当に彼にとっていいインターンかどうかは、やっぱり僕にはどうしてもわからないんですよね、僕はいいと思ってますけど、なので、やっぱ直接インターン生と喋るのは絶対だと思いますし、えっと、それが無理で社員の人とかと喋るなら、過去、インターンしてた人が、インターン後どんな活躍してるかとか、どんな仕事やってたかを具体的に聞くのがいいと思うんですけど、結構ありきたりなアドバイスっぽくなっちゃいますけど、こんな感じで、ロロ,ログさん、大丈夫でしょうかロ野さん、大丈夫そうですか。 ロロログさんこれは喋っていいのかなあ,ありがとうございますありがとうございます,すいと来てます、はい、ありがとうございますそうですよね流れさんもご自身あの就活中にたくさんの方と会われたということなんですけどこういうインターンの方とか社員の方と知り合って話そうとなってもまず知り合う手段がないみたいな人って何から始めたらいいと思われますかあ、でも応募はできるはずなので応募してつながった人に個人的に次を紹介してもらうが一番早いと思いますああ、なるほどもう人づてに人づてに よほど小さいスタートアップでマジで余裕がないとかだったら無理かもしれないですけど日、うん、本はつないではもらえるんじゃないですかねありがとうございますぜひぜひドドロ,ログさん参考にしていただけるとと思います質問ありがとうございます他の皆さんももし質問ありましたら記入いただければと思いますがちょっとお時間も迫ってまいりましたので 私から最後一つだだけ質問ささせていいたたき、高尾さんにお戻しいたします。永井さんあの先ほどからこう目的意識だったりですとか戦略立てて何かをするということを非常にお話によく出てきておりますがこう人生の目標にしっかり戦略を立てたことから具体的なアクションに落としてこう落とし込んでいって。 どどんどん実行していくそこに関するこう流れさんの何て言うんでしょう,こうノウハウといいますか何かこういうことは意識していくとあの実行に移しやすいですよというものがもしありましたら皆さんに向けて教えていただけると嬉しいです。わかりました僕はプロジェクトを作る時もそうですし長期的に人生を考える時もまずそのさっきのアドバイスと被るんですけど。 ゴーール状態をめちゃめちちゃゃ明確ににイメージするようにしていてい、うん、僕は入社した瞬間に30歳でどうなってたいかをスプレッドシート作って世の中のいろんないけてる大人とかいろんな映画とか漫画のキャラとかから憧れる要素全部引っ張ってきて自分の思う完璧な30歳像あのできるかどうかは無視で作ったんですよ。うんうんうん プロジェクトやるときもそんな感じでこのプロジェクト達成したときのゴールを人に言葉で説明できたり絵を描けるレベルでまず明確にするようにまず僕はしてます。でその後にそれを達成するためにはその1年前とか1週間前どうなってないといけないかっていうのを全部ブレイクダウンしていって遠いほど荒くてもいいんですけど必ずそれを振り返るときを人生目標なら1ヶ月と1年でずっととっていてあとは1ヶ月レベルとか1週間レベルまでやることが決まったら すべてを30分以内のスケジュールに落とし込むようにしてます。それを達成するためにやるべきことを全部30分単位まで砕いてその日の時点で全部先に Google カレンダーに入れるようにしていて僕結構1年後とかまで普通に予定入ってたりするんですけど<ー>で全部カレンダー通りに生きていく。でその時点で休む時間とかもカレンダーに入れとくんですけど。うん でカレンダー通り行かない時もあるのでその時は行かなかったなじゃなくてその予定をそのまま必ず今日より先のどこかに移動するってやったら、まあ、基本的にいつかはやることになるわけなので僕は計画ができた段階ですべてのことを半分成功、まあ、8割成功していると思っているのでの全部ちゃんといつやるかまで決めるっていうことはすすごくこだわってますなるほど。 めちゃめちゃ二十九だ九歳以下の世代の方とか特に三十歳までと会いがきやすいと思うので参考になるかなと思いますありがとうございますはいありがとうございましたはい、はい、では高尾さんにお戻しいたしますはいでは私の方から最後に二つご質問させていただければと思います、はい、えっとまずあの長谷さんご自身が今後まあどんなことにチャレンジしていきたい挑戦していきたいというふうにお考えですか。 えとまず会社としては、まあ、まだ言えない情報もいろいろあったりはするんですけどガイアックスという組織がもともと事業会社からいろんな社会課題を解決する事業を排出する組織スタートアップスタジオって呼んでるんですけど2年前からそれを歌い始めましたがまだ会社自体が本当にそれに最適化した組織にはなっていないので事業をやりたいとか思わないのって聞かれたりはするんですけどまずは会社全体を本当にどんどんいろんな可能性が生まれてきては社会課題を解決できるように排出されていくっていう仕組みを完璧に整えるっていう。 しばらくはそういうバックオフィス側でそういう準備をしていきたいと思っているのとあとはですねまあすごくいろいろあって僕は今までは1対1で人に影響を与えることが多かったんですけどそろそろどっちかというとフェーズとしては僕の影響を受けてくださった誰かがその先に与える影響みたいなことを考え始めて。 タイマスのコミュニケーションがあんまり得意ではないんですけどそれを増やしていってもっと世の中全体への影響力を高めていきたいなみたいなことを思っていたり細かい活動を言い出すと妄想力高いので終わらなくなるのでこの辺にししきまます <laughs> わかりました最後に、えー、流れさんの思うこれからの時代に活躍できる人ってどんな人なのかっていうことをお伺いいいしてもでいいですすかそうですね、えー、っとインターネットこれだけ発達したのもありますし、あのー、コロナの影響下で みんな時間が生まれたりもしててきると思うのでオープンになれる人が一番強いと思ってますオープンになれるっていうのはあの思ったことを言える嫌なことを言える考えたことを言える人に頼れるっていう自分一人で生きていこうとしない人良くも悪くも他人を巻き込めたりとか他人が手を差し伸べられたりヒントを与えられる隙を作れる人っていう人が必ずうまくいくだろうなと思っているのでどんどん,なんか世の中みんながオープンになってみんなが一人で 課題に向き合うんじゃなくてみんながみんなの課題を向き合える社会になればいいなっていうふうに僕はすごく思ってますわかりましたありがとうございますそれちょっとオーバーしちゃったんですけれども、はい、えとこちらで一、えー、時間のインタビュー終了させていただければと思います、はい、はい。ありがとうございます皆さん最後までご参加ありがとうございましたありがとうございましたはい。これをもちまして本日のユニークキャリアラウンジ以上としたいと思います本日のゲストは流田匠さんでした 流れさん、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。